始まりましたデイプレイ研究所、久保研究員、研究テーマの発表をお願いします。はい、今回の研究テーマはこちらです。第8弾、極真創生誕ゴッド最速プレイ。なんとリリース前の診断カードを先行でプレイさせていただきます。嬉しい。はい、いよいよ明日リリースされる極真創生誕、その中でも大注目のゴッドを使用したデッキで、今回は対戦していきたいと思います。はい、実際のプレイ画面を公開するのは今回が初なので楽しみにしていてください。ゴッドに関しては1月末に公開したこちらのサムネイル、ゴッド徹底研究の動画はすごい反響ありましたよね。はい、詳しいルールは公式ホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご確認ください。デイプレイ研究所は初出しの情報が多いので、ぜひチャンネル登録をして注目してくださいね。今回の番組ではゴッドの強さはもちろん、実際にどんな画面になるかなどを具体的にお届けできればと思っています。はい、それでは早速ゴッドを生かしたデッキでプレイしていきたいと思います。はい、では今回作成したデッキをご紹介します。はい、こちらです。はい、龍極真撃滅のデッキです。おー、撃滅強いですよね。あとこの前の大会で発表されたやつですよね。デッキの解説よろしくお願いします。このデッキはマナブーストカードやコッコルピアなどのドラゴンのコスト軽減カードを使って龍極真撃滅を5ターン目に召喚しようというデッキになってます。おー、ゴッドカードはデッキだとこんな風に表示されるんですね。はい、ゴッドのアイコンが載っていて、でその右にゴッドクリージャーとして召喚するときのコストがそれぞれ載っているような表示になります。なるほど。ただ、ゴッドカード自体はコストを持たないカードなので、画面の中央上部分のマナカーブ表では0マナのカードとしてカウントされています。それでは龍極真のカードを見ていきましょう。はい、こちらが龍極真のゴッドカードです。この画面の真ん中に映っている上下の矢印をタッチしていただくか、もしくはテキスト欄にピンク文字になっているクリーチャーの名前をタッチしていただくと、この龍極真から召喚できるゴッドクリーチャーを表示させることができます。まずは龍極真撃を見ていきましょう。はい、バトルゾーンに出た時、自分の墓地から進化でないコスト4以下のクリーチャーを1体探索してバトルゾーンに出す能力を持ったゴッドクリーチャーです。さらにこいつの攻撃はブロックされた時、相手は手札を全て捨てなければいけないという能力を持っています。めちゃくちゃ強いですね。はい、続いて龍極真滅です。はい、こちらはバトルゾーンに出た時、相手のパワー2000以下のクリーチャーを全て破壊することができます。さらに相手プレイヤーを攻撃して今度はブロックされなかった時、相手のパワー6000以下のクリーチャー1体を破壊することができるんです。相手のクリーチャーを一気に破壊できちゃいますね。はい、さらにこの龍極真撃と龍極真滅がゴッドリンクをすると、はい、龍極真撃滅となります。かっこいい。パワーが2万1000まで上がりまして、めちゃくちゃ強い。はい、さらに攻撃するときに相手のマナゾーンからカードを2枚ランダムに墓地に置くことができます。さらに龍極真撃と龍極真滅が持っていた攻撃するときの能力をそれぞれ兼ね備えていますので、相手プレイヤーからしたらブロックをしてもブロックをしなくても凶悪な効果が発動するとても厄介なクリーチャーになっています。めちゃくちゃ強いじゃないですか。はい、今回はこのめちゃくちゃ強い撃滅を使って早速バトルしていきたいと思います。はい、すっごく楽しみです。はい、今回の対戦はどのようにいたしますか。今回はデュエプレのディレクター兼デュエプレ研究所の所長も務めているリさんと対戦していきたいと思います。リさん、いつも収録見守ってくださってますもんね。リさん、めちゃくちゃ強いんじゃないですか。やっぱりめちゃくちゃ強いんですよ。でもそんなリさん相手に撃滅の強さを僕と相原さんで証明していきたいと思います。行きましょう。それではこれからリさんと何回か対戦をして、皆様にはその中からベストな対戦を私たちの解説付きでお届けしたいと思います。はい、それではご覧ください。どうぞ。よろしく。さあ、始まりました。はい、今回は下が相原さん、はい、で上が所長のリさんですね。そうです。で観戦モードではなくって相原さん の, その手札の画面を今回は映しています。はい、はい、早速しっかりと自然マナに入れました。
はい、今相原さんがマナゾーンに置いてくださったカードは霊気幻獣ウルコスという3マナパワー2000で、召喚した時、まあ、バトルゾーンに出た時、山形の上から1枚マナゾーンに置けるカードなんですけども、今まであのブロンズアームドライブっていう聖堂の鎧っていうクリーチャーですね、これがすごいあの活躍していたんですが、それと同じ能力を持った、デュエプレオリジナルのクリーチャーになっています。対するリさんのデッキは1ターン目にエナジースパイラルっていう呪文をマナゾーンに置いていたので、グレートメカオ、あ、そうですね、今もグレートメカオのクリーチャーをマナに置いたのでグレートメカオデッキですね。この前の大会でも結構使われてましたね。はい、グランドマスター決定戦でもボルサリーノ選手がすごいうまく使いこなしていて、使ってました、すごい強力なデッキです。あ、今のでちょっと闇も4つ分明マナがつきました。はい、あとはもう撃滅を、あとはもう準備万端なんで、あとは撃滅さえ来れば、いやー早く来てほしいな。ここは、ウォルポニカでマナを増やすっていう選択肢もあったのですが、まあ、相手がグレートメカオデッキだったということもあり、相手のクリーチャーの処理を優先していったのかなというところですね。はい、お、マルズークス出しましたね。やっぱりブロッカーをここで倒したいなと思って、そうですね、しかもグレートメカオはフェニックスがすごい強力なので、強力ですね。進化元をたくさん場に残してしまうと、シンパシーで2マナとか1マナで進化してくるのが強いんで、早いですもんね。はい、まあもう破壊できるときに逐一破壊していった方がそうですね、いいですね、なるべく早く。あのピラミリオンというクリーチャーも強いですよ ね。今回この第8弾で今出てきたエルカイオーっていう新しいグレートメカオの2マナの、しかもパワー4500も持っているブロッカーが出てきたので、結構厄介ですよ。今まではあのサーボルトという2マナ4000のブロッカーがいたんですが、あのサーボルトとは違って進化クリーチャーでも問題なくブロックできますので、グレートメカオデッキもやっぱり強化されてますね。この時今あの激滅来てなくて今めっちゃ焦ってますこんなに準備整ってるのにまだ来ないのかって。そうですよね、ちゃんとダッテイドラグーンで相手のクリーチャーも破壊して、なかなか進化フェニックス出させないようにプレイされてるなっていう風に思って見てました。またエルカイオーですね。おー、ピラミッド強いな。お、でここでなんと来ました。来ましたね、激滅来てほしい時に来てくれてちょっと感動してしまいました。ちょうど来ましたね、プレイ中もすごい。で、あの、はい、選ぶとこんな感じで激か滅か、どっちで出しますかっていうのを選択できるんですね。で今回は墓地にクリーチャーもいるので、激でもいいですし、ただ相手のピラミリオンを破壊できるので有極心滅を選択されていますね。なるべく破壊できるものは破壊していきたいので、やっぱり本当にヴィーナス・ラ・フィント・マザーとかマーキュリー・ギガ・ブリザードっていった進化ギャラクシー・ボルテックスのクリーチャーがすごい怖いので本当に強いんで、ただ、お、所長すごい悩んでますね、どうしますかね。結構このグレートメカを2体とかいるともう簡単にフェニックス出てきちゃうんですよね。出ますよね、出たんですよ。出ますね所長、シークレット使ってますね、さすがですねさすがです。いやー、ヴィーナス・ラ・セイント・マザーはやっぱりバトルゾーン離れない効果が強くて、そうなんですよね、呪文もなかなかやっぱり3回と守ってくれますし、そうなんですよ、トリガーのこのナチュラルトラップでもバトルゾーン離れてくれないというか、1回、まあ、3回までこれ防ぐことができるんですよね。強いですね。強いですよ、3回って結構難しいですからね、なんでこのビーラフラセントマザー1体だけでもどんどん相手を攻撃して勝てるっていうところがグレートメカオデッキの強いところでもありますね。お、コロビナーをマナに置こうとしたんですけど、したんですが、でもやっぱりどっちも結構大事かなと思って、そうですね、ここは残しました。お、じゃあいよいよゴッドリンクですかね。ゴッドリンクです。お、はい、こんな感じでバトルゾーンのゴッドクリーチャーをタッチするとゴッドリンクボタンが出てくるんですが、これを選ぶと7マナ支払って、かっこいいですね。演出がめちゃくちゃかっこよくて2体ガーンって合体して、もう何度でも見たいぐらい、これ好きです。
今ゴッドリンク能力で竜極神劇の方がゲーム外から出てきたので劇の効果が発動して、はい、墓地でさっきマルドゥクスの効果で破壊されていたウルコスを復活させて、すごいバトルゾーンに出ますからね、はい、めちゃくちゃ強いですよ。しかもそのマナブースト能力もまた使えるんで、すごい強いですね。お、撃滅パワー21000、はい、強いです。しかもアタックするときにマナゾーン2枚破壊、ちょっとシールド所長何言ってるか怖いので。そうですよね、ここはちょっとしっかり、はい、今シールドに行けば、まあ、トリガーなければ勝てるってとこでもあったんですけども、フィーナス・ラ・セイント・マザーを攻撃して相手のマナを削って、そうですね、反撃を慎重に、うん、防ぎながら慎重に行ってましたね、行こうとしてます今これから。所長結構辛いんじゃないかなと思うんですけどね、ここは。お、でもヴィーナスで出ましたね。お、ダキテイドラグーン、これも新カードで、そう、はい、そうですね、シールドトリガーで相手のパワー3000以下のクリーチャーを破壊できるんですが、今回はあの対象がいなかったということもあってあえて出してないみたいですかね、はい、うん、で、まあまあ、でやっぱりちょっと怖いんでブロッカーを、そうですね、2体を受けるので、ヴィーナス・ラ・セイント・マザーまだあの進化元が1枚残っているんで、あと1回バトルゾーン離れないんですよ。なのでここはいいですね、ちゃんとブロッカーで守りを固めて、で、もう1回なるほど、お、迷ってますね、シールドいくか、やっぱ怖いので、所長何出てくるか分かんないんでそうなんですよ、シールドトリガー踏んじゃったら負けちゃいますからね。ここであの2マナ破壊できたことによって、グレートメカオは例えばキャプテンミリオンパーツっていう4マナのクリーチャーがいるんですけど、そいつがバトルゾーンにいるとグレートメカオ以外のブロッカーはブロックできないっていう能力なんですね。それも怖いですね。今出したオールポニカブロックされできなくなっちゃって負けちゃうんですけど、まあ、ただあのマナ破壊したことによって相手マナチャージしても3マナでミニオンパーツ出せないっていうところもあったので、やっぱりこのマナ破壊能力は強いですね。マナ破壊はやっぱり強いし、こっちも困りますよね、やられた方は。そうですね。お、しかも2種類目のゴッド引きましたね、はい、出ました。この GAE は出てくるゴッドクリーチャーが両方ともサーチ能力を持っておりまして、今出していただいたレオパルドの方は山札から光のクリーチャーかゴッドカードを探索して手札に加えることができます。じゃあ撃滅も探して出せるってことですか。撃滅はこの光じゃないので、この効果ではそうなんですよ。で、今出していただいたレオパルドをそのまますぐにゴッドリンクさせましたね、ゲーム外から相方のペガサスを召喚して、でペガサスがバトルゾーンに出た時自然の呪文を山札から探索して手札に加えることができるので、いいですね、手札も増えるし。そうなんです、この撃滅はすごい派手な能力なんですけども、GAE のペガサスレオパルドのゴッドもすごい堅実な効果を持っているというか。確かに立ち持ってたらいいですね、はいはい、今撃滅でヴィーナス・ラ・セイント・マザーを破壊しましたね。しました所長のマナゾーンなくなってしまって、はい、結構プレイできるカードないのかなってところで、シールドをうまく、うん、ブレイクできたらなというところ、ブレイクできればシールドトリガーを防ぐため、防ぐというか影響を最小限に抑えるためにとりあえず1枚からブレイクしてます ね、 ですね、はい、で残り4枚を、はい、撃滅でいきました。さあ結果はなんとシールドなかったんですで、ペガサスレオパルドは実はゴッドリンクすると相手の効果で選ばれないっていう能力を持っているので、万が一コロビナーだったりアクアサーファーだったりが出てきても実は大丈夫だったっていうところで、そこはしっかり対策されてるんですね。で、無事に撃滅が勝利しましたね、はい、しました。さあ、ということで第8弾極真創生誕ゴッド最速プレイはいかがでしたか。いや、勝てて嬉しかったです。でもそれにしても撃滅めちゃくちゃ強かったですね。はい、ゴッドはリンクする前もリンクした後もとても強力な効果を持っているので、明日リリースされるこの第8弾で環境がまたガラッと変わるんじゃないかと思います。はい、これからも皆様がデイプレを楽しめるための情報を発信していきますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは私たち2人はここまで。ご清聴ありがとうございました。
それではデーマシティ管理局の霞より皆様へのお知らせです。いよいよ明日メンテナンス終了後より第8弾カードパック極真創生譚がリリースされます。今回紹介したゴッドの他にも初登場となる3分面のレインボーカードが新登場。カードリストは公式ホームページで公開中ですよ。個人的には邪道下道神危機開会が楽しみです。イラストも可愛いし手札を捨てさせる戦術もいいですよね。今回もリリースキャンペーンがあります。期間中にログインすると最大15枚のパックチケットとなんと SR チケットももらえちゃいます。新段リリースを盛り上げるためにいろいろ手を回してきました。皆さん絶対にログインして手に入れてくださいね。さらにさらに SR チケット付きパックセットも登場です。お一人様3回まで購入できますよ。お得なセットなのでお見逃しなく。皆様のご来店をお待ちしています。次回のデープレ研究所は3月の配信を予定しております。以上、デーマシティ管理局の霞よりお知らせでした。この動画を見て面白い、いいねと思いましたら動画の下にある高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。通知オンもお忘れなく。 YouTube コミュニティでもいろいろ投稿があるみたいですよ。またお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。